じゃあ、5番目ですね、えー。5番目はですね、光です。光量。まあ、釣りにおいて光の量は大事です。主に昼間の話しますが、昼間ね、晴れて太陽が出てれば、当然水の上はめちゃくちゃ明るいです。でも水の中にどれだけ光が入るかは、当然透明度で変わります。えー、例えば、結構釣りしててよくある雨の後の抹茶色の水とか、それからだいたい初夏から 真夏の間トキワなんかに出る赤茶色の水空いた水の下の方はもう真っ暗なんですね基本的に乱反射しながらだんだん暗くなっていくんですが、えー、真っ暗な方になります。 でそういう風にね水の中って光がどんどん減っていくので暗くなりがちなんですけどじゃあ皆さんにまず知ってほしいのは鈴木が好む香料ですで鈴木はですね人間の感覚でいうとこれもう30年前から自分言ってるんですが人間がね新聞が読めるギリギリの暗さだからかなり暗いライトなしで新聞が読めるギリギリの暗さですね日が暮れて一気に暗くなって白棒の時間あんな時間帯を想像してもらえたらと思います。あの明るさがが番鈴木が動く 心地がいいんですね外敵に対してなのかベイトを、ね、襲うために暗がりがいいのか分かりませんが鈴木はねそういったところにいますだからその日その日の釣り場状況ポイントとかでどこにそういう暗さがあるかって視点でぜひポイントを見てほしいんですね例えばめちゃくちゃ水が澄んでて晴れた日水の中も相当明るいですねそうするとか,から船の下桟橋とか構造物の中そういったところのしかもその中でもやっぱり濁りによって濁ってれば濁ってるほど構造物 物のすぐ入ったところにいますし水が澄んでれば澄んでるほど奥にいますだからその基準はその新聞が読めるギリギリの明るさそこをね想像してもらえたらと思いますでもう一つは、えー、まあ、どっちかといえば外的よりも餌を食うために鈴木は暗がりにいるっていう説というか考えがね正しいのかなっていう思うのは必ずそこから明るい方を見てるっていう事実ですね、うん、暗いとこの奥から暗い方を見てる鈴木は基本いません 基本だから例えば柱1本しかなかったりすると影がないんで基本濁りに乗じてだんだん暗くなってったちょうどいいスズキが好むムクラさんのとこにいるんですけど基本上向いてボーっと泳いでますで多分光を通してシルエットでお魚とかそういったものがね四角で見やすいような位置にいて。 暗がりから自分は暗い方から襲いかかるためにね暗い側にポジション取ってるんだと思うんですけどまそういう風にこうその釣り場釣り場で暗いところから餌を食いやすい明るいところの角度ってどうだろうなっていうのを想像するとそれが分かってくると今度ルアーの通し方がイメージできるんですね要は鈴木が暗がりから出てきて襲う,うだろうなって時に奥に投げて引いた時に鈴木が感知してからどんどん明るい方行っちゃうとなかなか釣れないんですねだからボートシ バスなんかでよく穴打ちをすると下手な人は穴にも打てないんですが中級者ぐらいかな穴の中入って動かしてくるとピックアップした後に鈴木がわーって出てきて「おっ鈴木来た!」ってやるんですがそれはね食うチャンスを与えてないんですよ。 で上級者はスズキの位置がイメージできてるんで暗いところに落としたら今日昼間の鈴木でボートシーバスの穴の奥にいるようなスズキはあれ上向いてますけど今日寝てるんですね寝てるっていうかもうほぼぼっとしてますだからいきなり量が取ったら流れの可の背でルー見つけ次第食うみたいな状態じゃないんでなんかピッて来たらサッと食わないんですよそのまま行ってゆらーってついてくるって感じなんですねあの千と千尋の顔の足みたいな感じ <laughs> なんで,でか知らんけど追ってるうちに起きてくるっていうかスイッチ入ってきてわっとて。 てくる時も多いですだけどもうそこは明るいんでその新聞が読めるギリギリの暗さをこういった明るいとこだと警戒心が勝っちゃって食わなかったり見切られちゃうってことになるんでその暗さの中で勝負をつけなきゃいけなないいでこれをかっぱりでもボートでも一緒なんだけど橋の下とかで投げた時は投げた先でで気づいてもらう空気が立つまでの時間を稼ぐその作業が必要なんですねその時に置いてても見切られちゃうんでジャーキングをしたりリフトアンドフォローをして時間を稼ぐ。 稼ぐわけですそれをその暗いゾーンと自分で考える中でやると超過はですね5倍ぐらいい増えると思います、えー、突然勝ちられるようになってくると思うんで。うん あのぜひね試してくださいでそっから明るいとこ出たらどっちかといえば変に追わせるより回収しちゃった方がいいので、ね、回収しちゃうって感じになりますねで今度は夜夜もね同じ理屈で考えたら分かると思います鈴木が好きな氷は夜でも一緒です夜は基本真っ暗ですから常夜灯があれば鈴木は寄ってくるんですねで寄ってきてやっぱり明るい方を見て自分がなんとなく隠れやすい場所ないかなっていうんで船の下だったり桟橋の影だったりまあ明暗部の暗いとこですね暗いとこに隠れて明るい方を見てますだけど 泳がなきゃいけないんで暗い方から明るい側に流れてるとどうしたって後ろ向いて止まってられませんから流れを向かなきゃいけないんでその場合は明るいところの反対側に回り込んで暗い側にいるっていうでそこに影がなかったら基本下の方でこう止まってるっていうような感じで、まあ、もう今のこういうの話だけでも鈴木の位置をねあの推測するいいヒントがいっぱいあるんじゃないかなと思います。